平成17年夏、中津川沿いのマッスル場は今年も多くの家族連れでにぎわっています。中津川の清流に涼を求める人々、愛川は都心からも気軽に行ける自然豊かな町として愛されてきました。その近く田代運動公園では、新町発足50周年を祝うサマーフェスティバルが盛大に行われています。愛川町が�誕生してから50年、ここに住む人々、訪れる人々から愛される町として順調に発展を遂げてきました。日が暮れて夜空を焦がす色鮮やかな花火、半世紀にわたる愛川町の歴史、豊かな自然、誇るべき歴史を守りつつ、人々の触れ合いを育て広げていったふるさと愛川の50年、半世紀という歴史を刻み、今新しい時代へと踏み出そうとしています。これは昭和30年代新町発足当時の愛川町の映像です。一面に広がる農地、後に工業団地や商店が並ぶ中津地区の当時の姿です。昭和30年1月に旧愛川町と高峰村が合併して新しい愛川町が誕生、翌昭和31年9月に中津村が編入合併し現在の姿になりました。昭和36年、工業団地の造成が決定。総面積234ヘクタール、大規模な内陸工業団地の誕生は、愛川町発展の大きな契機となりました。現在の工業団地の姿です。約150社の工場、事務所が整然と並び、愛川町の産業の一翼を担っています。中津川の上流にある宮ヶ瀬ダム。このダムもまた、新町発足の頃にはなかったものです。当時の中津渓谷は日本観光百選の一つに数えられ、関東の耶馬渓として年間100万人以上の観光客が訪れていました。しかし中津川は時に増水し、住民を不安にさせたのです。平成12年に完成した宮ヶ瀬ダム、貯水量約2億トン、首都圏最大のダムになりました。町の風景もこのダムによって大きく変わったのです。中津川流域に豊かな緑を添える蓮華山、3月下旬蓮華神社の春の例大祭が行われます。蓮華神社はかつて山伏の修験道場でした。春の例大祭最大の見せ場は修験者の秘宝、日渡り大駒供養。威勢よい掛け声とともに見せるのは日渡りの荒行。神秘的で豪快な荒行を見るために多くの観光客が訪れます。修験者の後には見物客も日渡りを行い、無病息災を祈ります。愛川町に本格的な春が訪れました。4月17日、田代の松楽寺では
半僧帽のお祭りが行われます。古くはその年に結婚した女性が花嫁詣をする風習があり、美女祭りとも呼ばれました。祭りのクライマックスは夜、夜店も多数出店され、大勢の人たちでにぎわいます。新緑の季節、ゴールデンウィークを迎え、宮ヶ瀬ダム下流にある県立愛川公園に多くの観光客が訪れてきました。県立愛川公園は四季折々の花が咲き、眺望の優れた公園です。この時期見頃なのは町の花、ツツジ。県立愛川公園には約40種類ものツツジが咲き誇ります。この日、新町発足50周年を祝って500本のツツジが植樹されました。来年は可憐な花を見せてくれることでしょう。5月初旬、役場庁舎周辺では農林祭りが開催されます。農林祭りは町で生産される植木や柿類を広く紹介し、緑のある生活環境の大切さを伝えること、そして生産者と消費者の交流を深めることを目的に開催されています。植木や柿などの即売、農業・園芸に関する相談、木工教室など多彩な催しが行われています。6月1日、山々の緑も一段と濃さを増し、いよいよ鮎釣りが解禁。愛川町に多くの釣り人が訪れてきました。清流に富む愛川町は鮎の絶好の釣り場として知られています。今年は新町発足50周年を記念して、NHK ラジオ体操の公開生放送が行われました。愛川町では健康、福祉、教育を町政の柱に掲げまして、健康が人生最高の幸せをモットーとして、平成元年には町民皆スポーツの町を宣言をし、毎年さまざまなイベントやスポーツを通して健康づくりや交流の場づくりを推進しております。町民皆スポーツの町を宣言している愛川町。スポーツを推進する愛川町にふさわしい行事となりました。足を戻して両足、愛川町に夏が訪れました。田代運動公園のプールでは子どもたちが元気にはしゃぎ回っています。真渡橋から南へ約1キロほどの沢を登ったところにある塩川滝。滝幅4メートル、落差30メートル。滝壺の近くは夏でも涼しい空気に覆われています。7月中旬、御蓋にある諏訪神社では、伝統ある御蓋獅子舞が奉納されます。巻き獅子、玉獅子、剣獅子による一人立ち三頭獅子舞。その起源は日照りや疫病払いのため舞われたもので、昭和36年に神奈川県の無形民俗文化財に指定された古式ゆかしいものです。同じ頃、半原神社では
恒例の半原神社の八雲祭が行われます。神社から威勢よく飛び出した神輿はお浜降りで中津川の水辺へ。神輿を担いだ男子が懸命に清流を登っていきます。歓声とともに上がる水しぶき。宵が迫る頃、神社に山車が揃います。山車の上ではそれぞれが祭り囃子を競い合います。夜になり、神社の参道に並んだ露店もにぎわいを見せ始めます。神輿が半原神社に戻ってきました。祭りは最高潮を迎えました。男子は最後の力を振り絞ります。9月隅田下美濃輪に広がる田園に秋の気配が漂い始めました。相川町は今も農業が盛んな町です。古民家山住邸は明治時代の豪農の住居。油の売り買いも手掛け、裕福だった頃の名残をとどめています。現在は町が保存し、文化の館として広く町民に親しまれています。10月半原にある繊維会館で糸の里文化祭が開かれます。伝統ある相川相模太鼓や町民のコーラスの歌声などが響きます。繊維会館の2階に陳列された機械設備。その昔、年始、より糸は半原の重要な産業でした。ここ繊維会館はその頃の歴史を今に伝えています。江戸時代中期より盛んになった養蚕業。半原の年始は全国にまでその質の良さで知られていました。今から50年前、相川町ができた頃、300軒あったといわれる養蚕農家は時代の流れとともに現在はわずかとなりました。山並みに囲まれた御瀬地域。御瀬は1569年、甲斐の武田軍と小田原の北条軍が激戦を繰り広げた古戦場として知られています。毎年10月には当時の戦いを今に伝える御瀬合戦祭りが行われます。自然が豊かな御瀬地域に見える御瀬公園。ここは陸上競技場のほかにもテニスコートや多目的広場などが整備されています。10月中旬、晴天のもと御瀬の陸上競技場で福祉体育大会が開かれました。元気に大地をかけるのは
高齢者や障害者の皆さん、スポーツを通じて健康維持を図り生涯現役でいてほしい。福祉体育大会にはそんな願いが込められています。平成17年1月に建て替えたアリンコ高峰作業所、障害がある人たちに手に職を持って生き生きと暮らしてほしい。また地域社会との交流や基礎的な生活習慣の習得を通して自立してほしい。ここはそんな願いを実現するための地域作業所です。10月下旬、役場庁舎周辺ではふるさと祭りが開催されます。こちらの行列は友好都市である長野県立科町の名産信州りんごの即売会、売り出しから1時間以内で売り切れてしまう人気のコーナーです。こちらは福祉バザー会場、掘り出し物を探す人々であふれかえっています。福祉センターの前では民族衣装を身にまとったさまざまな国の舞踊が演じられています。現在ブラジル、ペルーなど2500人以上の外国籍の方が相川町の新しい住民となっています。文化会館の中では町民による各種作品の展示が行われています。ふるさと祭りは見るだけでなく多くの町民が参加する祭りなのです。1月恒例の出初め式、日頃の訓練で培った華麗な演技を見せる消防署員たち。ふるさと相川を災害から守る力強い相川の消防力。町役場の並びに平成17年3月に完成した新消防庁舎、町民の生命・財産を守る最新の消防施設が整いました。1月初旬、御瀬陸上競技場で新春恒例の町一周駅伝競争大会が開催されます。町内各地区から選抜されたランナーたち、年齢、職業などの枠を超えて競い合います。町一周駅伝は今年で50回目。昭和31年合併を記念して行われた第1回大会から現在まで絶え間なく続いてきました。町内一円を襷をつなげて完走する駅伝競争、相川町もまた50年という長い歴史を襷をつなげながら乗り越えてきたのです。1月中旬、文化会館では成人式が行われます。晴れの日を笑顔で迎える新成人たち。これからの相川町を担っていく若者たちです。福祉センター3階子育て支援センターでは幼い子どもたちがお母さんと共に遊んでいます。平成14年9月に開設した子育て支援センターは0歳から6歳までのお子さんとお母さんが自由に訪れ遊んだり情報を交換したり
また育児の相談もできる施設です。子どもは愛川町にとっても宝です。子育て中の若いお母さんを強力にバックアップすることで愛川町の明日に続けたいと願っています。素晴らしい自然と誇るべき歴史と新しい力が伸びていく町愛川。豊かな自然の中、一人一人の町民とそれぞれの地域が個性を生かしながら生き生きと輝き続ける魅力ある町へ。50年の歩みを胸に、また新しい時代が幕を開けようとしています。ありがとう50年。未来に羽ばたけ愛の町。